久保さん、今回、1回を2000回繰り返すにしましょうか。1回を2000回繰り返す。いや、僕ね、これね、すごく好きなエピソードがありまして、まああの、今、日本で一番トップクラスのオンラインサロンで、多分日本一だと思うんですけど、会員数7万人、8万人。で、その西野さんっていう人がね、昔、2000人公演をやったんですよ。2000人公演。 で、その2000人公演、どうやって2000人をリアルで集めたかっていうと、公演で手売りしたっていうね、チケット。ツイッターの DM とかメッセージで、一人一人公演で会いましょうつって公演で会って、えー、一人一人チケットを売ってったっていう。で、周りからはね、なんでそんなことやってんのみたいな。超効率はくないみたいな。 でも、西野さんからすると効率がいいと思ってたらしいんですけどね。で、西野さんが言ったのが、いや、これ1回を2000回す、あのー、繰り返せば2000人集まるね、みたいな。まあ、確かにそうだけど、みたいなね。まあ、みんなそういうわけですよ。でも、それを実際に遂行して2000人集めたわけですよねうん。僕がやってるのはまさにそれですね。マジでそれ。うん一人一人に手売りしていくっていう。 それを2000回繰り返せば2000本売れるってことです。でも多くの人はそれやんないんですよね。うん。だからインターネットは魔法みたいな感じで思ってるんですけど、本当に、あのて、結果を手に入れてる人、まあ、堀江さんとかも言いますけど、あの、なんか本当に結果をめちゃめちゃ出してる人がそれをやってるんですよ。そういう考えを持ってるんですよ。でも結果が出てない人はそういう考えがないんですよ。 で、しかもその結果っていうのがめちゃめちゃでかい結果じゃないですか。映画できますか映画作れます絵本作れます <laughs> ライブドア作れますなんかそういう人たちがね、そういうことをね、やれ言うてるんですよ。てかやってるんですよ。堀江さんもメルマガ毎日、ブログも毎日、堀江さんも10年ぐらい書いてるのかな <laughs> あのクラスで毎日メルマガドなんかなんかやってんすよ。 いやー、すごいっすね。YouTube に関しても出始めた時からすぐやって、ずーっとやってて。堀江さんが言うのは、いや、もう100万人いったけど、もう8年ぐらいやってるよ、みたいなね <laughs> <laughs>。だから僕がその、あの、本数こなそうと思ったのが、やっぱ堀江門チャンネルも質疑応答っすよね。質問、ボリューム1000以上やってたんですよ。見た時にね。質問ですよ。質問に対して1000回以上答えてたんですよ。堀江さんが。う まあこれはもう最低限100%超えないといけないよねと、初心者なんで。だって、超上級、超上級者がそんだけやってて、初心者がね、あの、なんか一本やって、はぁはー言ってたらね、どうやって勝つねんみたいなね、まあがん、どれだけ頑張っても堀江さんに勝てないかもしれないですけど、 あのーまあ、少なくても本数は超える、超えていかないとダメじゃないかなっていうのは僕はもう思いましたよね。堀江さんの収入を超えることはできないだろうし、堀江さんの知名度は超えることはできない。だけど本数、堀江さんよりやることはできると思うんですよ。うん。なんか本当にぶっ飛んだ結果出してる人が、そういう手売り2000回やればいいじゃんみたいな。<laughs> そうなんだけどみたいなね <laughs>。で、実際にそれをやることによって、なんでコスパがいいかっていうと、 手売りをして2,000人集めた2,000人とネットで拡散して2,000人集めた2,000人じゃ間違いなく熱量が違う濃さが違うつまり濃さが違うってことは応援してくれる次リピートになるだから結局その単発で2,000人バンって集めたわけではなくずっと中長期にその2,000人はね あのお金をね、払い続けてくれる、商品を買い続けてくれるっていう、だから結局コスパがいいってことですね。広告をバンってかけてね、バンってプロモーションして、バンって2000人集めるよりかは、地道に一人一人売った方が、結果的に中長期ロングで見たときにファンになってくれて、結局落としてくれると、お金をね。でも、プロモーションでお金かけて、バンって一気になんか、うわーって盛り上がってる、わーって集めたのは、結局一一時だけであって、 じゃあ、それが続くかっていうとわからないっていう。多分、手売りで売った、手売りで、あの時、西野さんにね、手売りでチケット買ったんだぜって言えるだろうし、今ね、<laughs> 俺、公園行ったぜみたいな、西野さんに会ったぜみたいなね、思い出になってるだろうし。あやっぱねあ、あの、あ、なんかね、あの、すごく作業的には地味なんですよ。やることめっちゃ地味だし、なんか、泥臭いんだけども、なんかね、 その考えてる量というか、その見てる未来が違うんですよその。その泥臭いことをやることによって、得られる未来の,その想像できるそのなんだ、考えられるところが、やっぱ一般の人とは違うんですよね。やっぱ一般の人は、その作業に対してめんどくさいなんですよ。わかりますここなんですよね。うーん。だからなんだろうな、まあ、その見てる視点全然違いますよね、ほんとに。 だ稼げない人と稼げてる人の見てる場所は違いますもん、もはや。うん。だからそれはね、もう無理ですね、申し訳ないですけど。うん、無理無理。えー、申し訳ないですけど、無理。<laughs> だって、最低でもそれを超えるぐらいの意気込みがないと、僕はやっていけないと思いますよ。うん。本当に。だからまあ、僕はどれだけやってもね、あの、だから、 あ動画本数に関しては10万本ぐらいやれば、まあ10万本超える人はまあまあいないので、まあまあちょっと本数は2本トップレベルになれるかなと。で、これを100万本に目指す計画がもう立ちました。久保さん立ちましたよ。これやり方。これいきます。もうもうあの、2万本達成したらね、それをちょっと仕掛けていくんですけど、しかもお金かけずね。お金1円もかけず、 あの100万本に到達させる方法を僕は考えつきましてパクったんですけどねもしかしたら僕も2億回ぐらい回るかもしれないですねもしかしたら2億回月間ヒカキン超えができるかもしれないですこれが回ればねうんちょっと楽しみですねヒカキン超えまさかの弱小弱小 YouTuber ヒカキン超えですよ <laughs> この戦略は内緒ですけど まあでも2億回っていう再生数、月間2億回再生数っていうところでピンとくる人は、ヒカキン超えて月間2億再生させたっていう人物だったりとか、そのニュースとかね、その情報を知ってる人はピンとくるかもしれないですけど、その,そのアイディア、リソースですね。リソース元は <laughs> パクりますけど。でも僕のはちょっと違いますね。ちょっと。少し違う。うん。そう。まあそんな感じでございます。 僕の強みをもう最大限フルマックスに使えるっていうねもうこれええやんみたいなまあいいやまあとりあえずそのうち僕はヒカキンを超えるかもしれないですからいってらっしゃい